熊川は、栃木県北東部の那須野が原泉上地を流れる一級河川である。中川水系放木川支流のダビ川に注ぐ。熊川は、栃木県那須塩原市の那須連山黒滝山の東山六を源流とする大牧川と、同志木内山に源を発する支流小牧川が、同志高林を呼び、笹の笹と付近で合流し、熊川となり、 ナス塩原市を南東に流れ、大田原市荒いでダビ川に合流する。熊川は水無し川の一つで、ナスのが原の線上地上では伏流するため通常は稼働に、水の流れは見られないが、一定の降雨があると地表に水流として現れる。稼働沿いには堤防が築かれているが、台風などにより流域が豪雨となると流化能力が不足しているため、 氾濫を引き起こすことがあり、1998年8月の平成10年8月末豪雨では33個の浸水被害が発生。これを機に本河川の沿岸地水が検討されることとなった。通常は水の流れがない熊川だが、豪雨後には水流が現れる。熊川流域は東北新幹線、東北縦貫自動車道などの東京と東北地方を結ぶ。 重要路線が通る要所であり、近年では、大原館地区、鹿野崎地区、塩野崎地区などで都市化が進んでいる。熊川は1961年から1988年にかけて部分的地水工事を受けてきたが、1998年8月26日から同31日に起きた那須豪雨によって堤防が、決壊東、那須の中学校や、 ナス塩原駅前が浸水33個が浸水被害を受け1700人が避難するなど市民生活はもとより交通機関にも大きな影響を及ぼしたこの洪水の原因は流域の都市化に伴い大量の雨水が急速に熊川に流入したことと推定され以後早急な河川整備と治水安全度向上が求められてきた熊川の治水については もともと栃木県総合計画、栃木元気プランの防災基盤の整備に位置づけられてきた。一方、この1998年8月の豪雨に伴う、熊川氾濫により、栃木県土木部下線下は、那須塩原市、大田原市及び、地域住民の要望を受け治水事業について、重点的に検討。2005年12月、熊川が流入する。 旅川の治水整備が完成したことをもって、地元自治体への熊川治水事業説明会を実施し、平成19年度から同38年度にかけて、国庫補助事業として、改修を行う計画を地元と合意、第6回公共事業評価委員会において、一級、河川熊川国庫補助広域機関河川改修事業をまとめた。この計画によると、改修区間は、 ダビ川合流部の大田原市荒井から指導三ノ輪橋の、ある、那須塩原市三ノ輪間の 11.9km とされ、改修方法は、経済性に優れ環境の負担が少ない原価は、改修方式が採用されている。本地水工事による、総便益は336.6億円、総費用は28億円、費用対効果は12.0と算定されている。 本地水計画は2009年度より栃木県県土整備部大田原土木事務所によって施行されている。ありがとうございます。